2018年6月18日0時53分中村アンが17日放送の情熱大陸 TBS 系に出演。モデル撮影の際の極意を明かした水着の新作カタログの撮影が行われた際、彼女は下半身は見えない写真にもかかわらず、つま先立ちをしていた。中村はこれをすることで、太ももから筋が浮き出て見える、と言及。さらに、ストンとしてたらあんまりスタイルがよく見えないから、上に引き上げる、全部を、という感じ。とも話し、上から吊るされているようにポーズを取ることで全身の表情を豊かにするとも語っていた。また別の撮影では、午後を過ぎた頃度、大シャンプーを取り出して前髪へ、これで余分な皮脂を吸着してボリュームを復活させるのだと、ゆるふわな、かき上げ前髪の秘密も告白していた。番組ではオフの彼女も密着。2年半前から通っているジムでは30キロのダンベルを持ち上げたり、3時間の有酸素運動と無酸素運動を組み合わせるサーキットトレーニングに励んでいた。さらに東洋医学を取り入れた美容サロンへ。ここでは老廃物を排出させ、むくみや冷え、体の歪みを改善させる効果があるという。体に良さそうなものと聞けば何でも試すのだとか。彼女はそんな多忙な日々の原動力についてな、に化していないと多分死ぬんだと思います。マグロなんですよ、泳いでないと死ぬから、と自身をマグロに例えて語っていた。ライブサイト